ですね、周りの外装は、
系の場合ってまた、ね、追加したり、あとまたトラブルがあった時に合わせなきゃいけないなと思って、またね、微妙なことで、あの、こうやって関わって、電線は、まあ、これって10ボルトです。10ボルトで、電流値が、まあ、全体的に、1ボルトでも30アンペアなんで、10ボルトなので、ボルトと電圧の問題っていうのもあるんですけど、結構、あと抵抗が取るんですよ。で、やっちゃいけないのは、電流、いわゆる電圧、例えば100ボルトでも2ボルトでも、アンペア、電流、それから高電流の場合っていうのは、こういう場面でも、いわゆる電流がいっぱい流れてる、使うときに、あと線をぐちょぐちょぐちょってすると、熱持つんですよ、導線が。こう、例えばベルグ。特によくわかるのは、ハロゲンヒーターとか、ダイヤってこう、回ってますよ。あれで、ブルブル巻くことによって、わざと熱を作って、あったかくしてる。まあ、一応、根本的な。なので、あとこういうケーブルですよね。ボールで、こういうやつ。これも、使ってるのは、たかがこんな熱度で、まして LED なんで、使ってなくていっちゃうや。基本的にまあ、オンの時で、100ボルト、100ワット、1アンペア。で、100ワット、I、R、V の V、R、R、R、I、R 分の、I、I、R 分、I、R 分の V、I、R 分の V、I、アンペア、R、V、で、やると、まあ、パウと計算して、まあ、高しと。そういう意味では、全然いいんですけど、こう、ね、いっぱい電気使いそうなと、こっちだと、熱を持ちます。で、コイル状態、コイルっていう、誘導電流が、ちょっとなって、こう、熱を持ちます。で、その熱に、ケーブルがちゃんと対応していくケーブルを使っていけばいいんですけど、まあそのね、何でもいいです。こういうのを使った人がですね、細い電線とかでやってしまうと、買った時にこういうのを買って、こう無理やりこういうのを収めてるんですけど、買った時に、熱を持って、熱をね、と、まあ、窓とかはね、何もしなくたっても30とか、まあ、その中中。で、そんな時に、またさらに電気で、そこに、コイル状になっちゃってるところに電気流したら、で、もう60度とか、80度。で、ケーブル、いわゆる電線、さらに動線があって、その周りの電線が、ちゃんと、その、利用している、例えば80度まで大丈夫ですよ。100度まで大丈夫ですよ。まあ、100ボルトなんて、極端な話ですけど、ね、でも実際あるんですよ。対応する系。と、なった時に、では、ケーブルが溶け出して、で、今度、導線自体が、まあ、ケーブルが溶けると、導線が、もうそれだけ、熱めちゃって、で、ね、近くに、まあ、プラスとマイナスで、例えばショートして、ショートすると、そこから火花がスパッと出て、で、そのスパークが原因で、近くに、例えばね、燃えるもの、当然ビニールなんかこう、燃えるもの、紙とか、なんか、まあ、極端な燃えるものがあれば、燃えちゃいます。で、火災が起こります。で、電気火災の場合は、水の中で、すぐに出ます。で、怖いのは、10時、10時になったりとか。で、あとはそのケーブル、そこ
盗めちゃって、そうすると耐その耐えられる耐熱の一瞬で過ぎた時にそのずっと常に向こうからこっちまでなんか煙でもう60度80度までもう導線から行ってますよ、100度近く燃えますよって燃えた瞬間一気にここからこうバーッと火が強くなる。それ本当に住宅のその住宅火災と地に追われてのその電気火災、いわゆる
Thank you.
せにっていうか、本当ギリギリにって感じだった。